こんにちは中央区です。今週のラインナップです。区内のイベントや出来事をお伝えするトピックスでは、エコエド日本橋2023と住吉神社例大祭大登り柱立ての様子を、区政情報をお届けする中央ブックマークでは、区立小中学校入学のご案内について、特集は京都資料館で開催中の企画展、新規登録区民文化財展2023をご紹介します。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは中央区です。キャスターの高井英子です。まずは区内のイベントや出来事をお伝えする今週のトピックスです。現在、日本橋地域ではエコエド日本橋2023が開催されています。テーマは巡り、つなげる江戸の知恵。浴衣で街歩きができるサービスや老舗や名店の連携イベントなどがあり、日本橋の夏を満喫できる催しです。ご覧いただいているのは、福徳神社横の通路に設置されている森の風鈴小道の様子。こちらにはおよそ200個の江戸風鈴が並び、夜7時からはライトアップも実施しています。来場した方々は涼しげな音色に耳を傾けたり、情緒ある風鈴の様子を動画に収めたりするなどして楽しんでいました。この森の風鈴小道の他にも、日本橋ガレリアや東京ミッドタウン八重洲5階のテラスなど5箇所の風鈴スポットがあります。エコエド日本橋2023は9月3日日曜日まで実施していますので、ぜひ足をお運びください。せーの、よいしょ。7月30日日曜日、住吉神社周辺では早朝から威勢のいい声が響いています。これは5年ぶりに開催される例大祭に先立ち、神社の氏子などで構成される住吉講の皆さんが、祭りのシンボルとされる大のぼりを掲げるための柱を立てる様子です。柱などは7月2日に佃堀から掘り起こし、およそ1ヶ月の間天日で乾燥させました。掛け声とともに皆さんが肩に担ぎ、柱を所定の位置に運びます。この日は宮神輿巡行の露払いや、魔除けとして担ぎ出される獅子頭がお披露目されました。お清めなどの儀式を終え、いよいよ柱を立ち上げます。高さおよそ18メートルに及ぶ大のぼりの柱は、現在はクレーンを使いながら作業を進めていますが、かつては人の力だけで立てていたそうです。柱は全部で6本あり、1本の柱を立てるのに30分以上かかります。町内各所に建てられた柱には、祭礼初日に大のぼりが掲げられ、例大祭の風情をより引き立たせます。なお、例大祭の模様は8月13日からのトピックスでもお伝えします。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。
続いて区政情報をお届けする中央ブックマークです。今回は区立小中学校入学のご案内についてです。来年4月、小学校に入学されるお子さんがいる方に対し、8月上旬に中央区立小学校案内を郵送します。8月11日までに届かない場合は、学務課・学事係までご連絡ください。各校の教育方針や特色ある教育活動などを知っていただくため、学校公開を行います。公開日などに変更が生じる場合がありますので、詳細は各校のホームページでご確認ください。また小学校を特任校制度を利用することで、施設に余裕のある特定の学校、特任校5校を通学区域に関係なく選択することもできます。特任校各校で説明会を実施するほか、各校および区ホームページでも随時学校情報の提供を行います。中学校に入学されるお子さんがいる方には、9月上旬に中央区立中学校案内を配布します。区立中学校はお住まいの住所に基づき、指定されている中学校への就学を原則としていますが、自由選択制により通学区域以外の方でも入学したい学校を選択することができます。各校で説明会や学校公開を実施しますので、詳細は各校のホームページでご確認ください。小中学校共通で個別の事情がある場合には、指定校変更を申請できます。変更には教育委員会との協議が必要となり、事情を伺った上で実態調査や証明書類の確認などを行います。区立小学校・中学校の入学に関するお問い合わせは、学務課・学事係までお願いします。続いては特集です。今回は本の森中央2階京都資料館企画展示室で開催中の企画展、新規登録区民文化財展2023をご紹介します。本の森中央2階の郷土資料館企画展示室では、新規登録区民文化財展2023震災の記憶と佃島の記録を開催しています。見どころを文化財調査指導員の方にご紹介いただきました。今回の企画展は、新たに登録された区民文化財について紹介する展示となっております。令和5年4月に関東大震災避難記念碑と佃島旧名主森家および関係資料の2点が新たに区民文化財に登録されました。今回の展示は、新たに明らかになった事実を踏まえ、文化財を通じて区の歴史について皆様に紹介していきます。一つ目に紹介するのは、関東大震災避難記念碑です。これは日本橋浜町の新大橋のそばにある石碑で、高さが6メートル近くある大きな石碑となっております。関東大震災避難記念碑は、大正12年9月1日に発生した関東大震災において、新大橋に避難した人々が橋が焼けずに生き残り、命を救われたことを記念して建立された石碑です。関東大震災により、さまざまな建物や橋などが焼失いたしました。しかし新大橋はさまざまな要因が重なり、焼けずに生き残ることができました。
まずやはり一番言われているのが避難した人々の荷物を捨てたというところにあります。荷物というものは当時大きなものが多く、それに火が引火し焼けてしまうということが多々ありました。そこで新大橋にいた避難を担当した警察官が避難する人々に対し荷物をすべて捨ててから避難するように呼びかけたことにより火が燃え移ることを防いだというふうに言われております。当時避難していた人々はそれを記念し、震災が10から10年が経過した後に自ら寄付を出し合って石碑を建立いたしました。さまざまな人たちが身分を超えてお金を出し合ったというふうに言われております。一番といたしましては石碑の大きさを生で実感してもらいたいと思います。やはり周辺でそれほど大きな石造物というものは他にありませんので、ぜひその大きさを感じ、多くの人々が新大橋で助かったという事実に思いを馳せていただければと思います。二つ目に紹介するのは佃島旧名主森家及び関係資料です。こちらは江戸時代に佃島の名主を務めた森家に伝わる資料となっております。資料内容といたしましては絵図や系図、文書だけでなく印鑑や写真などが含まれており、現在まで続く森家の歴史を知ることができる資料となっております。佃島の名主は初代佃忠兵衛から始まります。江戸時代中期、徳川家から下賜された由緒ある姓森を引き継ぎ、明治2年に名主制度が廃止されるまで名主を代々続けてきました。またこちらの資料には、徳川家康が江戸に入国した際に佃村の漁師たちが共に召し出され、さまざまな御用を経て江戸近海の漁業活動の自由を認めてもらい、今まで勤めてきたと記されています。当時、佃島の漁師たちが幕府に白魚を献上していたことは多くの方がご存知だと思います。例えばこちらにある資料が網引御免証文と呼ばれる文書となっております。こちらは当時の江戸幕府の老中や奉行衆の連名で出されており、佃島の漁民たちが江戸の近海において自由に漁業を行ってよいというふうに認められた書類となっております。こちらは慶長18年に出されたもので、佃島の漁師たちにとって非常に重要な書類であったというふうに考えられます。その他、佃島周辺で行われていた白魚漁の漁場を示す地図など関連資料も展示されています。こちらの展示は佃の森家資料に関連いたしまして、月島在住の写真家村越正弘様が撮影した佃祭りの風景を写真パネルにして展示したものとなっております。勇壮な宮見越や獅子頭の巡行の様子、大登り柱の掘り起こしなど例大祭の魅力を伝える写真が展示されています。この他にもさまざまな資料を展示しておりますので、皆様ぜひ足をお運びください。新規登録区民文化財展2023は9月3日日曜日まで開催しています。8月17日木曜日は休館して一部展示会を行い、日程前半と異なる資料もご覧いただけます。展示で知識を深めて実際に現地で区民文化財を見ると新たな発見があるかもしれません。続いて中央区からのお知らせです。夏の猛暑や雨が降らない日が続くと、水不足により街路樹や公園などの樹木が枯れてしまうことがあります。ご自宅近くの樹木への水やりを朝晩の涼しい時間帯にお願いします。樹木の健全な生育のために皆さんのご協力をお願いいたします。お伝えしてまいりました、こんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は8月13日日曜日です。それでは